強そうだよ。襲われてる子を見て放っておけないじゃない。行くしかないわよ。助けを求める女の子を守って戦うか。冒険の出だしとしちゃ上出来だぜ。一気にやっちゃおう。行くよ。せっ。そこ行くよ。おらおらおら、今だ。もう終わりかよ。よし、勝てたよな。なったよ。もう本当勘弁してよ。あなた大丈夫？怪我とかしてない？助けてくれてどうもありがとう。森で迷ってたらさっきの魔物に。災難だったね。とにかく森を出ちゃおう。森を出るってのは大賛成だよ。ああ早く行こう。そう慌てるなよ。にしても初めてなのに俺たちなかなかうまくやってるんじゃないか。女の子の危機を助けて帰還、レントじゃないけどまずまずの成果よね。それじゃ急いで引き上げよう。私はライザリンシュタート。ライザでいいよ。あっちはレントとタオね。適当な紹介だな。別にいいけどさ。私はクラウディア・バレンツ。旅の商人をしてるお父さんについてここに来たの。そのお父さんって村にやってくるっていう噂の商人さんだったりかもな。ところでさ、さっきから大事そうに抱えてるそれ何なんだ？うん、これは言いたくないなら別にいいよ。レントってば無神経だから。お前な。で、うわ、前前。え？さあ、行くぜ。私の攻撃が効いてない。ダメだ、逃げようよ。そうは言ってもその逃げ道にこいつがいるんじゃない。一体どうすれば。来るぞ。いざとなったら俺が食い止める。その先になんとか横をすり抜けて逃げろ。
確かにお前程度の腕では食い止めることすらできそうにないな。目をつぶれ。誰？程度の腕でよくこんなところに入ってきたな。呆れた奴らだ。それよりさっきのドカンってなったの、あれあなたがやったんだよね。一体あれは何？あれは錬金術だ。まあ簡単なものだがな。アンペル、悠長に話している場合じゃないだろう。標的をおまけ付きで発見したんだ。船着き場に戻ろう。分かっているリラ。お前たち話は後だ。まず森を出るぞ。わかった。こうなったら俺たちも船着き場に行くしかないか。ここにもこの花が咲いているのか。ああ、ありがたいな。この花がどうかしたんですか？やけに大きいけど。こいつは魔物の嫌がる香りを出すんだ。花の周囲にいれば比較的安全と言える。つまりここなら気軽に休息できるというわけだ。今後あちこち出かけるなら覚えておくといいぞ。まったく、お前たち悪ガキ3人組はどこまで人様に迷惑をかけたら気が済むんだ。ごめんなさい。ライザたちを怒らないであげてください。3人が来てくれなかったら私は魔物に。そうだな、私たちは駆けつけるのが一歩遅かった。捜索を頼まれておきながら不甲斐ない話だ。でもすごく強い魔物から私たち全員を助けてくれたのもお二人ですよ。そうなんだよ、アガーテ姉さん。ドカーンってすごかったんだから。お前は少し懲りろ。まったく。まあ良いではありませんか、アガーテさん。結果としては全てうまくいったのですから。お父さん。ルベルトさん、しかし。改めてアンペルさんとリラさん、それにライザ君だったかな。このジャジャウマ娘を助けてくれてありがとう。時折ふらりと対象を離れる悪い癖があってね。ごめんなさいお父さん。何、構いやしない。ここまで馬車に乗せてもらったお返しだ。
探索と救助の報酬もベッドで受け取っているしな。あなたたちも村に用事が？私たちはクリント王国の遺跡調査をしていてね。この辺りでは空剣島が有名だと聞いたんだが。確かに空剣島にはその手の遺跡があちこちに残っているな。村の中にもある。うん、噂通りか。しばらく滞在させてもらえると助かるんだが。無理ならこの近辺で野宿するだけだ。いや、うちの村の大事な客人を助けてくれたんだ。そりゃ苦に扱うつもりはない。それなりのもてなしをしよう。そうか、ありがたい。大人の話ってなんでこういちいち回りくどいんだろうね。旅先でもみんなこんな感じだよ。世間体って言うんだって。ライザ、お前は後で説教を追加だ。ミオさん同伴でな。うわ早速友達ができたようでよかった。短い間かもしれないが、娘と仲良くしてやってくれ。はあ、それでは村へご案内します。アンペルさんたちもご同行ください。ようこそラーゼンボーデン村へ。私が村の世話役を務めるモリッツ・ブルメンです。わからないこと、困ったことがあれば何なりとこのモリッツにご相談を。よろしくモリッツさん。互いに良い商売ができるよう取り計らっていただきたい。ええ、このモリッツにお任せを。我が村の空剣フルーツを商いたいとのことですが。ええ、現在市場にほんのわずか出回っているものが中央では好評でして、ここでは空剣フルーツと呼んでいるのですか。中央ではリュコの実と呼ばれています。なんせこの空剣島独自の作物ですからな。リュコの実も商品名としては悪くない雅な響きですが、それにしても中央は首都アスラームバートですか。まさかそんなことになっていたとは。私たちが食べる分の余りを行商人に売っただけだったのですが、わからないものですな。私はその空剣フルーツを流通させるルート作りにやってきたのです。しばらくの間ご厄介になります。ええ、どうです、私が提案した結果、この勝機到来。互いに力を尽くし、良い結果につなげましょうぞ。歓迎の宴を準備してあります。どうぞこちらへ。私がご案内いたしましょう。なんせ宴の会場は
我が屋敷の庭ですからな。あのお父さんと話してる声の大きな人が村長さん？村長さんではないけど、村の顔役みたいな、モリッツって人。人のいるところに口も手も出してくる、やたら偉そうなおじさんだよ。村長じゃないのに偉そう。もしかしてお金持ちなの？お金もだけど、どっちかというとお水持ちかな。島の高台にお屋敷があって、その敷地に水源があんの。こんな田舎の島だと水を持ってる人が一番偉いんだよ。田舎だなんて、すごく綺麗な島だよ。そうありがとう。ルベルトさんに言われたからじゃないけど。これからよろしくね、クラウディア。うん、こちらこそ、ライザ。やれやれ、クラウディアも歓迎の宴にご出席か。そりゃそうだよ、主賓の娘さんなんだから。また会う約束はしたんだからいいじゃない。俺たちがひどい目に遭った。新しい友達ができた。初めての冒険の終始はトントンってとこかな。黒字だよ、大黒字。何？そんなにクラウディアと友達になれたのが嬉しかったの？まあ、ここじゃ俺らくらいの年の女の子ほとんどいないしな。もちろん、それもすごく大きいけど。あ、よう、ライザとその他おまけども。ボス。誰がおまけだ、誰が。島を出た途端魔物にやられて、流れ者に助けられるような恥さらしが一人前に反論か。なんでそれを。守り手たちがみんな船着き場でぼやいてんだよ。身の程知らずのバカガキどもがいい迷惑だってな。痛い目を見てもまだそんな反抗的な態度か。反省もしてなさそうだな、ライザ。いい加減部をわきまえて、こそこそ道の端でも歩くよう心がけるんだな。どけよ、俺たちはこれからモリッツさんの歓迎の宴に出席するんだ。おとなしくしてりゃいいのに、わざわざ島を出たりするから村中に恥をさらすことになんだよ。
ライザ。突っ立ってねえで帰ろうぜ。今日はもう解散だな。恥さらし、身の程知らず、いい迷惑か。島の外に出るって、そんなに悪いことなのかな。そりゃ今の私は、なんてことない私だけど、まず最初の一歩を踏み出さなきゃ、どんな遠くにも行けないと思うんだけどな。ライザー、またレントとタオが来てるわよ。ん？お邪魔します。いつもすいません。ミオさん、今日も綺麗っすね。ライザー、ニュース持ってきたよ。ニュース？なんだ、まだしょげてたのか。ボースの言ったことなんか忘れちまえって。そうだよ、それよりライザが喜ぶと思ってさ。ニュースだよ、いいニュース。何よ、古い本の図画ってのはどうでもいいわよ。本当に落ち込んでんのな。違う違う、そういう僕の大ニュースじゃなくて、あの二人、アンペルさんとリラさんだよ。あの二人が旧市街に家を借りたんだとさ。場所聞いてきたから一緒に行ってみようぜ。錬金術とか言ったっけ、興味あるんでしょ。錬金術、うん、何グズグズしてんの、行くわよ二人とも。まったく、元気になったと思ったらすぐこれだ。ま、部屋でボケっとしてるよりはいいだろう。俺たちも行くか。話によれば、ボーデン地区から旧市街に入ったら左手の方らしいよ。